言ったはずだ。我らに残された時間はあと4時間余りしか。邪魔する者はどんな手段をもってしても。一体こいつらのどこに何三位一体のあの構えは。あ、サラの花びらに血文字が。あらや、しき、あらやしき、しゃか、や、や、そして今こそ。窮地に追い込まれたサガたちは、再びアテナエクスクラメーションの構えを取る。それを目の当たりにした、ムー、アイオリア、ミロの3人のゴールドセイントもまた、アテナにより固く禁じられたアテナエクスクラメーションをもって対抗するしかなかった。ビッグバンにも匹敵するアテナエクスクラメーションのぶつかり合い、その破壊力は無限大に高まり、サンクチュアリオンを消滅させようとしていた。がしかし、ブロンズセイントドラゴンシリューが捨て身のロザン昇竜派を放ち、両者の中間でくすぶっていた威力をサガたちへと押し切ったのだった。禁断の東方同士の激突が終わり、サンクチュアリに静けさが戻ったかに見え、アテナはゴールドセイントに、もはや戦う力を失ったサガたちの命を奪うことを禁じ、アテナ神殿まで連れてくるよう命じる。激しい戦いの末、ついにアテナとまみえたサガに、彼の双子の弟カノンは教皇の間に隠されていたある品を差し出した。それは13年前サガ自らが残した呪われた品だった。これは。そうです、サガ、あなたが13年前、教皇に化けてまだ赤ん坊だった私の命を奪おうとした黄金の探検です。なぜこれを。もちろんサガ、あなたに私の命を取らせるためです。さあ、遠慮はいりません。私の喉を突きなさい。それによってあなたたちは苦しさから解き放たれるのでしょう。アテナ、あなたは、あなたはまさか。なぜ自ら。
氷河。ムーはどうしたんだろう。十二球の入り口である今世、僕たちが遅れている間に戦いはかなり進んでいるはず。それにアテナのコースも。サオリさんがここに来る。嫌な予感って。いや、とにかく先を急ぐ。よし、行くぞシュン。してはいられない。なんだこの胸騒ぎは。まさか沙織さんが。ラダマンティス、何故無断でスペクターを出動させ。はっ、パンドラ様、申し訳ありません。お前はハーデス様のご意志に逆らうつもりか。とんでもありません。私は完璧を期するあまりに、それに未だ楽観はなりません。アテナが自ら命を絶つなど。お待ちください。私の言うことは全てハーデス。それに背く者、たとえ誰であろうと。しかしお前は冥界の亡者を裁く三巨頭の人。以後前にも増して忠誠を尽くせ。はい、申し上げます。サガたち、ただいまアテナの死体を抱えて舞い戻りましたが。何、アテナの死体を。はい、いかがいたしましょうか。よろしい、私が直に会おう。俺たちは一体何なのだ。沙織さんが死ぬまで何一つできなかった。せいが。確かに今回ほど自分の力のなさを痛感し、俺たちは無力だった。名ばかりのせい。何を泣き言を言っている。アテナは死んだ。だが本当の戦いはこれから始まろうとしているのだぞ。誰だお前は。その声はシオン。何、こいつが。全強行でありながら老子はどうした。名ばかりのセイントどもよ。何、名ばかりのセイントどもと言ったのだ。コスモが燃えている限り、俺は命を懸けて戦う。この大いなる星屑に巻き込まれたら、誰も逃げ延びることはできん。レディー、ハー。よし。
った。Oh!
俺は戦うぜ。全力で戦って勝ち続けてやる。